参りましたね。参ったね。まあ先週エンディングで言いましたけど、うん、7月の21日に結婚式をプロデュースという、これがですね、まあちょっと放送先週聞いてない人に言いますと、うん、7月27日横浜に、あの実はですね、私たちのライブ大の字の、まあ、我々も芸歴20年なんですけど、はいはいはい、小学生の時から来てくれてた子がですね、うん、なんとその日に結婚するという、でですね、ツイッター上でですね、お姉さんが何かか、うん、その結婚式に出てもらえませんか、そういうのって叶ったりするんですかっていうことでちょっと連絡を取り合いましてですね、話をしていくとですね、どうもなんかこう自分たちの手作り結婚式なんで、うん、あの結構融通が利くみたいなこと言ったんで、ちょっと もしそれよかったら僕全部構成考えてもいいですかって言ったんですよぜひぜひ、それもすごいよね。そういうことどうせだったらもう俺の手で加えちゃっていいですかと。やっぱね、ちょっと一回やってみたかったんだよね、結婚式プロデュース。ところがいざそう言ってみたら、結婚式の、うん、引き出しが、引き出物は思いつくんですけど引き出しは全く思いつかなかったですよ。そうだよね、大手さん結婚式まず挙げてないもんな、自分の。まあお前の腐れ結婚式だけは。待て待て、お前一生に一度のお前夢の花舞台よ、お前史上最低のあの腐れ結婚式だ、なるんだお前。俺がスピーチをしてる前でおめんちの母ちゃんがまさかご祝儀を稼い始めるっていうね。いいちょっと大きめのな声で、俺何にも面白いこと言ってないのに受けてたからね、これのスピーチ一生忘れられない屈辱ですわ。確かにそれもね、おまけに最後はよっとお前の親戚が、はいはいはい、なんかお前の嫁さんの妹口説き始めて、あげくにもうひっちゃかめっちゃかですわ。大の字の笑いはよくわかんねえみたいな絡み方俺にしてやがって、お前らいつになったら売れるんだって言ってたよ。眼鏡割ってやるなこのクソガキと思いながらクソガキじゃない、あいつごめんなさい、うちの親戚年上です、年上の方すいませんごめんなさい。そうなんですよ、それでちょっとね、うん、あのいい思い出がないんで、ただやっぱ結婚式ってのは、まあ、一緒に一回、まあね、人によっては参加ぐらいありますけどあのやっぱりちょっとね、それでずっと小学校の時から好きだったということですから、ここでちょっとリスナーの皆さんに知恵を拝借したいということで、うん、今まで受けたサプライズ、結婚式でやってよかったサプライズ、まあサプライズだろなのか、まあ構成的なものなのかね、そう、うん、これ結構良かったですよってアイデアをね、とにかく送ってきていただきたい。あとはやっぱこう演出でね、うん、これちょっと泣けましたよと。で今回ちょっと俺が考えてるのは、絶対に普通はね、うん、あの鉄板の一番最後に、あの要するに新婦が両親に手紙っていうパターン、そうだね、ありますよね、うん、でその後に両親からスピーチかな、両家を代表したお父様が、そうそう、ね、そう、まあ、やっぱそれ家族を立てるんですけど、大概このお父さんがね、あんまエモくない時があるんですよサバサバして終わっちゃうパターンがあるんで、いやお父さんの照れもあるからね、ああいうところは。なんかいやいや、お父さんそこはエモーショナルに行って、うん、号泣してくれないと困るなっていうのは毎回感じてたんですよ。これめんどくせえな、これお父さん新宿本社に呼び出されるパターンあるな、これこれお父さんの挨拶をちゃっちゃ前にもう済ましておきます。え、うちは前に済ませて、次に新婦の、うん、両親への手紙、はい、そして最後にサプライズで新郎からの、うん、手紙、絶対に幸せする、あの要するに誓いの言葉を、うん、はい、誓いの宣言を最後に読ませようと思ってるんですよ。で緊急ちょっと企画なんですけ ど、ね、7月の27日なんで22日ですね、22日に、うん、なんと新郎がこのスクール内にゲスト決定です、はい、ゲストなの？ゲストなの？はい、来てお前本気でやる気あんのかと、結婚式いいものにできるのかと。え、それ生放送に載せるの？だってリスナーにこれからアイデアとかもらうんですよ。リスナーにもやっぱ一応顔っていうか声出ししとかないと声見せしとかないと面通しの意味を込めてのゲスト出演が、はい、新郎が来ます。7月24日1ヶ月かけてみんなで作り上げよう、はい、スクール9プレゼンツ涙涙のゴールデンウェディング、今回あプラチナ、あ違う、プレミアだ、プレミアウェディング、今プレミアつければ売れるんですよ言ってました、ね、商品的なものでね、広告会社の人が言ってました。なるほどなるほど。というわけでございまして、はい、7月21日まで皆さんぜひともご協力お願いいたします。さあ今日はですね、うん、ガキレンジャーさんからですね、 GP さん、うん、ジョムキンさんがゲストに登場してくれます、はい、それでは行きましょう。大の字のスクール9スタート。スクール9、
さあ東京半蔵門 JFN スタジオからラジオ界のセンターフォワード大の状態のびことキャバクラ界のフーリガン大の字の王朝介がお送りしております火曜日のスクールナインです。いや本当にね酒飲むとこいつ嫌なやつでねそう空気がもうどす黒くなっていやもうラジオで言いたい一般の方にどんなことをしてたか。いやいやいやあれはもう私なりのこうスキンシップですから言わなくていいですよ。一般の方のお尻を持っていやいや違う違う違うあれは違うあれは向こうがねなんか大内さん大内さんってなるからおい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 、いつか訴えられるよ本当に。よかったよ耳にしていなくて。スキンシップだから僕嫌がってなかった嫌がってなかったから全然あれ嫌がってたら問題ですよ。どっかのアナウンサーさんみたいにポンって ね、お尻とかポポンってやってるの、ね、あれはダメですけど全然そんなつもりじゃなかったですから向こう。あそうですか。はい、あそうですか。いやだから現にね別に何言われてるわけじゃないから大丈夫です。大丈夫ですね。大丈夫です。分かりました分かりました。じゃあその時は僕は助けませんこの腐るはそれで写真撮って俺持ってるんですけどすごいですよケツからパンパンやってる写真はそれでちょっと僕は普通に撮ったらちゃんと説明しないと普通けよちゃんと説明しないとダメでしょケツからパンパンって言ったら語弊があるでしょ。服は着てる女性のケツにねパンパンやってたパンパンって言うとダメでしょ言葉尻考えなさいよ。いやすごいなとこれ女性が本当怒って交番行って終わりなのに。いや笑ってた笑ってた笑ってました。ああコミュニケート取れたコミュニケート取れたっていう笑ってません。はいあれになりません。またまた会いに来てって言ってさ、はい、南は鹿児島北は青森まで全国26局ネットショーをお送りしております。はい、今日もみんなからのメールをお待ちしております。どしどしお送りください。はい、メールは番組のホームページのメールフォームからスクール内で検索して大の字のページをクリックしてください。メールを送ってくれた人の中から抽選で10名様にスクール内、最新ステッカーを最新ステッカーですよ。はい、これはもうレッドカードバージョンとイエローカードバージョン2枚セットで、ね、かっこいいですからぜひぜひ皆さん最新型のステッカーゲットしてください、うん、はい、さあここで大の字の大津さんが親友と言ってはばからないこの方から番組のメッセージが届いてます。聞いていただきましょう。大の字の大谷さん大津さんそしてスクールナインのリスナーのあなたこんばんは。カトゥーンの入口出口田口です。というわけでね大津さん最近全然会ってないですね。まあ、僕もいろいろと今立て込んでたんであんまり連絡もできなかったですけども、まあ、近々飲みに行きましょうよ。またね庄司さんと一緒に大谷さんにはよくその大津さんからね DJ の話を聞くんでね KAT−TUN の曲もぜひ DJ するときに使ってほしいなと思います。さてさて KAT−TUN は明日久々のオリジナルフルアルバム「Come Here」をリリースいたします。本当に2年半ぶりのアルバムなのでね、すごくこう凝った、夏を意識したすごいジャケットとかもポップな感じになってるんですけど、アルバムになっています。4人それぞれのソロ曲なども含まれているのでね、ぜひ、聴いてほしいなと思います。そしてその、アルバム「Come Here」を引っ提げ、全国ツアーが7月8日から、スタートします。本当に久しぶりの、ね、ツアーになるのでそちらの方もぜひ皆さん足を運んでくれたら嬉しいなと思います。というわけで、お聞きください。 KAT−TUN で「Come Here」の中から「Come Here」です。今度ぜひスタジオにも遊びに行かせてください。あと僕のラジオ番組「タグチューンドライビング」もね、ぜひ聞いてもらえたら嬉しいなと思います。以上 KAT−TUN の田口淳之介でした。同じ空に田口さんありがとうございます。ありがとうございます。おさんねよくカトゥーの田口さんは友達だっていうことよくいろんなとこでまあ潤結構マブだからいやだからまさかね名前出してくれると思わなかったからさ。名前出すでしょうちの番組。ただ庄司、うん、さんっていう普段大津さんが自慢するときには入ってこない名前が聞こえたんですけど違う何母庄司君が友達のお前ついていってるだけだろ。気づきやがったなでもそれでも3人で飯行っとることは間違いないからな。その場合さこれガチな話誰が置かれたんですか。はい、俺だよ。はあ、その場合はお前なんだ。俺だよ。品川には出してもらえるけど庄司には出せないんだ。そう出してもらえないんだ。いやそこはなんか違うんだやっぱ庄司はしかも年下っていうのもあるから品川は同い年じゃん。でも高俊のトシ君は年下じゃない。それでも出させる、うん、出してもらうと年はなんか違うんだ
仕切りやってるし、親戚のお父さんみたいな感じだし、なんか仕切りもやるし、すごいし、金すげえ儲けてるってのはもう分かってるから。だからこの3人で行く時はもうダメだよ。だから田口くんとかに調べさせたら、そんな田口くんにだってさ、恥ずかしいお店なんか連れて行けないでしょ。連れて行けないしさ、田口一回田口くんがね、あの抑えてくれたのお店、うん、僕前行って美味しいとこあったんで行きましょうっつって、ああメニューに値札がねえよ。俺マジでよ、ブルブル震えながら、ブルブル震えて、俺豆腐でいいやつだもん俺。つまみいいから豆腐でいいよ。ちょっと今日ダイエット今してたやつか。いやでも向こうなんとか空気読んでなんとなく安いしてくれてよかった。すごいナイスガイなんだってね、すごいこいつ。ありがとう。今回ニューアルバムも本当にね、ちょっとジャケット見ましたけど明るいんですよ。とにかくカトゥーンね、4人になりましたけど、うん、だからこそ逆に結束力が高まって そして力強くこう前に出して、まあ今回ツアーもありますから、はい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 、4人のカトゥーン担当堪能したいですね。ね。で何僕に DJ でかけてもらいたい。そう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 。かけていいの？タトゥーさんいいの？やった！本人がいいって言ってくれたのかな、ね。まあ、それはいいじゃない。やっぱそうなったら。ありがたいね本当に。ぜひまた番組にも来てほしいよね本当に。いや来てくれます？ねえ。正直しげあきくんだけでしょ。しげあきくんなんでかわかんないけどここ気に入ってるからさ。ここ居心地良さそうな顔してるからね。カドくん。なぜか愛してくれてるんだけど、ニュースの加藤茂恵君だけはカトゥーンの田口君来てくれるかな。来てくれたらねまた嬉しいからね。ちょっとディレクターも一緒なんで、ぜひぜひあのお待ちしております、はい、カトゥーンのニューアルバムカムヒアですね、はい、こちらのアルバム発売しております、皆さんもぜひチェックしてみてください。さ さあそれでは続いて、曲を聴いていってみましょう。今日のゲストでございます、熊本が生んだ奇跡、はい、記録に熊本が生んだヒップホップモンスターガキレンジャーでストロングアイランドフューチャリング両座スカイウォーカー新言西成スカイハイ。さあというわけでございました、本日のゲストを迎えしましょう、はい、今年結成20周年、はい、20周年これ嘘だって言われて嘘じゃないです、嘘じゃないです、嘘じゃないです、20年やってます、20年やってます、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 我々とじゃあ同期です、同期です、我々も今年20周年ですから。本当ですか、はい、1994年ですよね結成したのは。そうです、そうです、ヒロクリ熊本君のヒップホップモンスターガキレンジャーから GP さん、そしてポチョムキさんでございます。よろしくお願いします。お願いします。どうもちょっと自己紹介よろしくお願いします。お願いします、僕がポチョムキンです、こんばんは。お願いします、DJ 担当の GP です、こんばんは。お願いします。お願いします。おさわの面識はもうちゃんとお会いして話すのはこれ初めてです。まあどっちもですよね。前に一回、はい、あのこっちこのビルの下ですれ違って GP さんに、はい、あ大野さんって言われて、はい、あどうもどうもって話してでそこでカレンダーいただいて、あそうですね、全部ね、前回 あのベスト版のウォレンジー、ウォレンジってウォレンジメポンジーウォレンジメポンジーしたウォレンジーの違い実は似てますけどそうそれで、うん、元々知ってたんですか。元々はもう知っても何も大ファンですもん。あ私も大ファンですよ、ただ僕は音源だけなんで、あそう本人たちが歌ってるの全く見たことないですよ。なんか噂によると、はい、あのライブにも来てくれてたっていうのはいろんな方に。僕は渋谷 あの、はい、クワトロでのライブ行って、はい、初っ端、はいはい、あの1曲目からみんなが跳ねすぎて、はい、針が飛んで全然曲が始まんねえっていうライブが、うん、それをあの後輩のハブくんっていう人と、そうなんですか、はい、全身タイツ芸人全身タイツ芸人とB コースのそうそうまさかポチョビキさんねハブに食いつと思われてる。いや俺 B コースのライブとかにも行ってたことあって、好きで、そうなんですよ、だから解散した時同い年なんで B コースの皆さんも、それも結構なんかショックだったんですよね。あそうなんだ、そう B コースに伝えなきゃね。すごい、だって芸人結構好きな人多いですよね、ガキレンジャーのこと。いや何がだって会社に水魚と共演してたでしょ。そう会社に水魚もそうですし、クリームシチューさんですよ、有田さんがもうすごい好きで、いや我々だって一番最初に参ったねっていうのはあれクリームシチューのパクリなんでだったんですね。クリームシューがラジオで一番私必ず参ったねって言うから真似してみよう、終わっちゃったからもう私がいただいちゃうんですね。もらっていいわけじゃねえよそれも含めてガキレンジャーすげえよって話ですよ。そう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 、いやこの前あの斜め45度の岡安くん、はいはいはい、がなんかあの俺らがファースト出した頃に、はい、あのロフト新宿のロフトでワンマンかなんかやったんですよ、はい、その時にも確かなんか一緒に行ったんだよねとかって言ってたよ、確かだからお母さんも入ってるでしょ、しかも今回もえ、うん、お母さん入ってるんですよ、
なんすかそれ。ちゃんと声のね出演そうなんですよ。入って社長役で、社長役でうちらだけですよ入ってない。あとなサイプレス上野とかまた芸人と共演してるじゃないですか、はい、そんないやいやあいつ芸人じゃないですよ。あれ芸人でしょ。お前は今年こそ R1 行く。上野くんは芸人じゃないですよ。上野くんで一緒にやってるのんきーくんっていうのが R1 行こうとしてましたから。そうです、それはのんきーですね。いたんです。1回戦突破しちゃった。1回戦突破しちゃったっていうラッパーが1回戦をね行くっていう。そして、九州のアイドルユニットリンクともね、そうコラボレーションしたこのニューアルバムキッズリターン、タイトルがもうまず最高じゃないですか。8年ぶりですよ。だってキッズリターン、キッズリターン、あの映画からですかやっぱ。そうですね、まあ、はい。じゃあ終わってねえよと。終わってねえよと。おお、うん、始まってもねえよと、うん、それを言いたかったんですよ。8年ぶりに帰ってきて。8年ぶりに帰って今からだって言いたかったんですよ。なるほどね、はい、からだよって。いや、どうですか反応は。いや割といいよね、割といい、うん、結構ねいい評判いただいてますね。いや僕前より全然好きですよ。本当ですか。めっちゃいいっすよ、うん、それは嬉しいですね、うん、まあリスナー的にはどうなのかでも含めてでしょうけど、うんうんうん、行きたいっすよライブ。戸惑う人っていると思ったんですよね僕、うんうん、昔からのやつ聞いてて、うんうん、なんか今回のトラックあれちょっとこう、うんうん、結構ポップに寄せてる部分もあるなっていうのもあったんで、それはもう結構計算して、うん、そうですね。まあだし今回からまあ僕一人で作るようになったんで音を。前までは結構いろんな人に頼んだりメンバーがもう一人いたりっていう役割があったんですけど、まあそうなんっていうことで一人なんで偏っちゃうのも嫌だなと思って、なるほど、逆に幅広くやってみようっていうのがあって。ゆきさんゆうすけさんのメインプロデューサーやってるじゃないですか。やっぱかなりそれの経験というか。あ、それ大きいですね。だから僕それはすごいいいと思うんですよ、うん、あまあめちゃめちゃいいと、まあちょっと曲をねまず番が僕の話は聞くよりまず曲を聞いてもらいたいですから。すか、はい、これ言ってからちょっとメールも今日たくさん来てるんで、いろいろメンバーにお話しして聞いていただきましょう、はい、じゃあそのリンクとやった、はい、ちょっとこの曲じゃあメンバーから紹介していただいてよろしいですか。はい、じゃあガキレンジャーフィーチャリング「よかよかベイビー」過去熊本女子戦隊で「よかよかベイビー」です。どうぞ。さあ聞いていただいたのは、はい、ガキレンジャー「よかよかベイビー」フィーチャリングリンク、うん、熊本女子センター、熊本女子センター、はい、なんかあの選抜メンバーなんですよね。そうです、熊本出身の子が4人集まって熊本の曲を作った。なるほど、パーティーチューンですよね。えこれは盛り上がりますよこれ。さあ熊本からメールいただきます、はい、グラップラーク、ガキレンジャー4、ワンマンライブレンジャーショーに行きます、うん、そこでポチョムキンさんと GP さんに質問なんですが、うん、ここは絶対歌え、絶対歌詞覚えとけって歌詞ありますか。あったら教えてください。いやね、それこそ今流れてる BGM の空手チョップで言うとさ、サビのさ、あーていていて、あーそうですそうです、そこはもう合唱してほしいですね、みんなでね。はい、それもう手の動きはどうするんですか。やっぱ空手チョップでやるんですか。あプチャ変座の時のこの手のひらを縦にして、縦にしてで、ていてていていて伝わるかな。でも結構これ分かるから、手のひらを横にするんですよ。横にしてプチャ変座にしてもらうと、まあ、自動的に空手チョップの動きだよね。そうだね、まあ、まあ、それで空手チョップの動きですから、ステージ上のね皆さんの動き見てれば多分一緒になってできるってことですよね。あとはいいですか、もう、はい、いや、結構あのラッパーが一番嬉しい瞬間は、うん、やっぱりバースとかをかぶせてくれる、はい、あたまにすごい熱心で全かぶせする人とかいるんですけどいるんですよ、はい、それもうそういう人もしワンマンで発見したらもうマイク渡すんであとよろしくみたいな。とにかく全部覚えてきてほしいですね。もうあとあ最近出した Yes って曲はもう Yes、うん、っていうサビはもう大合唱してほしいですね、うん、なるほどね、いいよね。とにかく歌詞を全部覚えてこいと、うん、そうです、ブーンもいいですね、ブーンもね、あブーンですね、うん、いいね、うん、なるほど、はい、覚えれる限り覚えろ、まあ、ね、そう、まあ上野くんはあんまりお客さんが全部覚えすぎたら、うん、そっちに目いっちゃって自分が間違えた時にバレるから嫌だって言ってましたそっちですね、うん、まあ僕ら渡しちゃうからもう間違えたらお前のせいじゃん、放棄しちゃうで放棄しちゃうで手拍子するお客さんの上に合わせて続いて影庵さん、はい、影庵さんすごいですね、結構50歳以上の方ですよね。この前インスタライブで一番前のセンターでめちゃくちゃテンション上がった50代の私ですが、はい、ガキレンの3人さんは40代以上のファンの存在をどう感じますか。いやもう嬉しいですよね。いやもう本当に、ね、嬉しいですよ ね、 年齢なんか関係ないですね、むしろどんどん来てほしいですよね、うん、はいはいはい、
そういう人たちにね。20人はさ、だって本当親子でいらっしゃる人もいるでしょ。あ、います、います。この間娘さんが、うん、あ、18歳の女の子が来て、うん、お父さんの影響でガキレンジャーを聞くようになったって。あ、すげえいいな、はい、全然ありますよ。それとはちょっと別で、うん、何歳ぐらいまで抱けますその流れ、いや長い。それはそれは結構割といくらでもいけます。いけます、いけます。いけます、ね。それこそ年齢じゃない。いやまあ年はもうただの数なんで。もう聞いてますか。そういうことです、鍵屋さん。いくらでも抱けます。年はただの数です。いいね。ただの数字としてね。アズリンドさん、福岡の方でございます。ガキレン福岡ライブに初参加のアラサー主婦です。はい、アラサー子持ち主婦で周りにヒップホップ好きなママがいません。はい、旦那ガキレンジャー大好きですが性欲がありません。それエロ伝道師のお力添えをいただきます。エロ伝道師って言われてますよ。エロ伝道師。結構昔からやっぱね、エロのバイブスはやっぱ高いですもんね。そうですね。それで言うと、今回ワンマンツアー、はい、全会場でお客さんにプレゼントがあるんですよ、ね、うん、お土産が、ポケットテンガ。卵のやつ。いや、卵の次の新しいやつで。ポケットに入るスタイリッシュな。ってるんですけど。前回は天下がついたんですか、はい、すげえ。であれ割かしこう女性の方も喜んでもらってくれるので、はい、いいなー。ポケットに入るポケットサイズの天下っていう。ポケット天下行きたい行きたい。いいです。それもらえますんで。だからそれこそね、夫婦でそれ使って、うん、あ、いいね、うん、このいい意味でね、はい、使ってね、きっかけになる。こういうきっかけにしてもらえれば嬉しいですね。いいでしょ。ガキレンジャーのライブに2人で来て、はい、天下もらって、はい、それで夫婦生活が円満に、はい、円満にじゃねえよ。力添えになる ね、 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 いいですよね。我々昔単独ライブにスポンサーでペペがついてペペローション、ね、ペペローションがペペローションがついた時はびっくりしましたけどね。じゃあ僕らと大の字さんが組んだらペペローションとペペとテンガのコラボレーションもいいですね。ただの大人のおもちゃですからね。いいですね。仙台ネットワークさん、すでに聞かれ飽きてると思われますが、ポチョムンギンさんの名前の由来は我々の子供時代に流行った燃えるお兄さんのポチョムンギンですか。いや、依頼はそうだったらなぜそれに決定したのか聞かせてほしいですという、うん、燃えるお兄さんじゃなくて、うん、もっと前の話なんですけど、はい、戦艦ポチョムキンという映画があるんですよ。はい、戦艦ポチョムキンからですか。そのなんかその字面とか響きがいいなと思って、ポトちょっとムッとキッといいんじゃないですか。こんなコミカルな言葉はないと思って面白いですね。戦艦ポチョムキンロシアの映画かなんかでしょ。あれだってそうですね。ね、そうです。だから映画に感銘を受けたとかじゃなくて、受けてないです。響きが感銘はないです。ポチョムキンっていう名前がいいなあ、いいなっつっていや僕ポチョムキン聞いた時まずそっち思い出しました。はい、戦艦ポチョムキンと一緒かと思ってから。結構有名な映画は有名な映画なの。有名ですよ、うん、大名作映画です。全部完璧。ただ映画見てないって言って多分全部見てないもっと可能性もある。武と木と腕に感銘を受けてるからいいなさあ一旦ブレイクです。まだまだお話伺います。さあというわけでございます、はい、今日はですねニューアルバムキッズリターンを発売したばかり、でございます、ガキレンジャー、はい、ポチョムキンさん、そして、はい、GB さんに来ていただいています、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、まあ、8年ぶりニューアルバムなぜこんなにかかったかっていうまずお話伺いたいんですけど、うん、ヨシ君って相方が今日は来てないんですけど、はい、が産休に入っちゃってなってないし子供育てるのでもうラップどころじゃねえっていう。いや嘘でしょ、お鍋さんじゃないもっと女性じゃないでしょこれと。でもね、まあそんなちょっと、ね、まあまあでもちょっとそういう近いような感じ。近いですね。もうそうですね。もうでもうだから俺らもじゃあもうソロやるしかないってなって、うん、でポチョムキンはソロでやって、僕はそれこそユウスケとかいろんな方プロデュースしてて、はい、じゃあもう誰がじゃあもう一回やろう8年ぶりにやろうかっていうのは誰からともなくじゃなくみんなのスケジュールとかってこと、ま、それタイミングがあったのもあるしポチョムキンが結構今回はそうかな、うん、やまあ、あとそれでヨシ君のやる気がすごい8年ぶりにみなぎっていたっていうそのタイミングがあってへー、うん、
やろうってなったんですけど、ユシさんは踏んじゃあんまそんな前に前にってわけじゃなかった。酔っ払うとすごい前に来ます。酔いが冷めると酔いが冷めると、うん、覚えてないのかな。もうちょっと一緒です。俺と一緒です。やろうやろうやろう、酔った時はやろうぜやろうぜって言ってるけど、ユシさん絶対ヨシ君と気合いますよ。暑いならまだいいですよ。暑いじゃただエロいだけだから。ヨシさんもエロいよね。エロ熱いですね。エロ熱い、エロ熱い、一番好きですよ。エロかっこいい以来のエロ熱い。エロ熱い。これでもその僕らがそのまず名古屋でラジオやってる時に、それ時にやっぱり聞いてたんですよ、ガキレンジャーさんって。で、その時って日本語ラップめっちゃ流行ってたじゃないですか、うん、今って現状やっぱその日本語ラップ自体がシーンの中で別にチャートとかに入ってこない現状とかっていうのがあった中で、はいはい、割とガキレンジャーがこうやって8年9年ぶりにアルバム出すって絶対意味があると思うんですよね、はい、しかもそれってやっぱりそのメインフィールドでやっていきたいっていうことじゃないですか。だってラジオにこうやって組んだから、うん、芸人の、うんうん、それって自分たちの中でそういう意思疎通みたいなのってあったんですか。難しい、まあ、でもそうだよね。あったっちゃありましたね。僕ずっと思ってて、うん、こいつちょっとレゲエっぽいグループみたいなパロディで作ったんですよ、うん、あ知ってます。そうするとレゲエとかヒップホップってある種コミュニティがあるから、うん、クラブとかに全国で呼ばれていくと多分、うん、俺生計が立てれるかどうか分かんないけど、うん、ある種の、うん、そういう場所があると思ってるんですよ、うん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 、だけどじゃあチャートって要するに僕が言いたいのは田舎のそれドン・キホーテぐらいしか行くとこねえよな厨房とかがヒップホップと出会う機会って今皆無だと思うんですよ、うん、もうクラスの中で本当端の1人か2人かぐらいかとか、うんうん、でもそれって多分15年前とかっていうのは半分ぐらい聞いてたと思うんですよ、はいはいはい、もう記号みたいな人もいたと思うんです、うん、ドラゴンアッシュだってその記号の一つだったと思うんです、うん、志村さんとかもそうだと思うんですけど、うん、そういう現状っていうのって自分たちではどう思ってます。うーん、なんか意外と自分たちはそのポジションというかそういうのをヒップホップとかラップアーティストという意識が本当なくて、実はだからよく言われるんですけど、いろんなアーティストとすごいやってるよねとか言われて、後で気づくんですよ。あ、そういえば今回アイドルとやってるしみたいな、幅広くよくやってる。で、本当意識も何もしてなくて、ガキレンジャーってジャンルでいいやっていうてか、もうそうですね、ほんとそれに近いかもしれないですね。だからそのこの3人、このポチョムキンとあとヨシ君といた時に生み出されるものがただ好きで、でまあそれに共感してくれる人たちがいると嬉しいなって感じだし、だからそんな熱い、まあ熱くなってもない、なんて言うんだろうね、すごい売れたいっていう感じもないし、面白いことをやる上でいいってことですよね。だからそうですね、なんかヒップホップヒップホップっていう感じで今まで来てなくて、実は違いますかね。いやもうそうだと思います。そうだと、あの AV 監督をやった時にもうタガが外れてしまって、ちょっとすいません、今衝撃的すぎて今スルーできなかったんですけど、あのもう一度言いますね、はい、AV 監督をやった時に、おい、タガを外してしまって、守るものがなくなってしまったっていう。ちょっと待ってください、作品の名前言ってください、それで判断します本物かどうか。あの極エロダンス×キジョイファックっていう、あなた本物だな、あなた本物だよ、極めてって書くんですけど、本物の監督じゃねえか。それをねやったんですよ、そこそこ売れちゃってオーディションしてね、はい、うん、だからそれも別にもうなんかどう見られてもいいと、うん、面白い、その時面白ければいいってことですよね。そうですね、そうですね。それしかもそこそこ売れたっていうのがいいですよね。当時そのアルバムのプロモーションとしてなんかそのやろうみたいな話で立ち上がった話だったんですけど、そのアルバムより売れちゃったんですよ。そうなんですよ。本場ステマンハッタンレコードで1位になってたよ ね。そうそうそう、マンハッタンレコードとかでもそれを置いてくれて、で、あのアルバムの方はチャート入らないDVD の方はチャート入っちゃった。ややこしいことになりますよ。マンハッタンレコードの上位に、はい、AV 作品が入るっていうやつですね。チャート出たりしてるんだな。さあそんな、ガキレンジャーの皆様、ワンマンツアーですかね、これはね、はい、ライブがあります。こちらの方がうん、レンジャーショー、はいはいはい、場所はどちらなんでしょうか。ここは、はいはい、どうぞ。大阪の方が、うん、梅田ジーラっていう、7月5日です。7月5日、はい、で7月6日日曜日が福岡のドラム B1、はい、で、7月11日金曜日が東京代官山ユニットでやらせてもらいます。はい、いやこれ熊本はないですね、まだ。熊本は前回やって、前回東京と熊本でやって、うんうん、で、うん、今回はちょっと規模で隠してやらせてもらう。楽しみでございます。はい、ぜひとも皆さんアルバムをしっかり聴き込んで、はいはい、歌詞を覚えて、はい、
ただ AV の話次回じゃたっぷりやってもらいたいと思います。そこだけ掘り下げてどうすんの。今日のゲストガキレンジャーのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ大の字のスクール内、香川と高知、大分、鹿児島の皆さんご機嫌いかがでしょうか。大の字でございます。はいはいはい、あどうも。あ、で、ガキレンジャーのお二人が残ってくれました。ありがとうございます。これいつやります、大分でイベント一緒に。あ、もうやりたいですよ。大分大好きです。言いましたね、今やりたいって。本当にあんま軽く言わない方がいいです。いや、大分本当にやりたいです。この間も行ってきて。あ、行ったんですか。両座スカイウォーカーとガキレンジャーで一緒にこの間ライブ、音楽館ってところ。はいはいはい。行ってるって、あら。じゃあちょっとやっちゃいますか。やりたいな。やりましょうよ、やりましょうよ、もう。いや、熊本とじゃあ大分で一箇所ずつね。どうです、スタッフさんね、おやってほしいですよね。ビクターの方が運転してきた。お願いします。ちょっとじゃあもうツーマンみたいなもんですか。ツーマンでもいいし、なんか足してもいいですよ。バーターでホームアンの風もありがとうございます。バーターでホームアンの風行った方がいいでしょう。ありがとうございます。 DJ 大路ホームアンの風ガキレンジャー。いや、あの DJ 大路ガキレンジャー、あとオープニングアクト本番の方です。大さんの家泊まればいいですからね。お三方も。え、大分でやるとき何？うちの実家に来るんですよ。泊まるとこはね、ありますんで、ちゃんと。来てほしいんですよ、うちの町ね。行きたい。佐伯。まあ、佐伯。あ、ご存知ですか？知ってます、知ってます。これがいいぞ。世界で一番寿司のうまい町っていう。へぇ、誰も認めてないのに、そういうキャッチフレーズをね、堂々と考えてるんですよ。あれ、周りから言われてるわけじゃなくて、うちから外で発信し始めた。自分たちで。行ったもん勝ちみたいな。行ったもん勝ちなんですよ。ぜひ来てほしいですね。ねえ。いろんなとこでも全国行かれてるでしょ。そうです。ここもう一回行きたいっていうのがあります。ここの、ここで食ったこれうめえみたいな。函館に行ったことがあって、あれちょっともしかしてイカっすか。あ、イカじゃなかったっすね。なんすか。いや、なんかまあとにかくなんか海鮮全部をそのなんか市場みたいなのでその場で焼いて食べるっていうのを函館の市場行ったんですよ。それちょっと行きたいですね。朝だね、5時。そうです、そうです、はいはいはい、朝一ね。あれはね、アントニオ猪木さんが札幌で仕事の時は前乗りしてわざわざ函館でイカ食べて。いや、お前が猪木なんすか。猪木みたいな。猪木さんになる必要はないんで、その説明は。だってそれぐらいうまいですから。相当やばいですよ、確かに。あと函館の夜景がね。ああ、それは見たいですね。これ堪能してほしいんですよ。僕の横でだってイタリア人がやっぱ絶景だねって言ってたんですよ。日本語で。ずっと日本語で絶景だよ。やっぱこっちの方がいいだろって外国人として片言で言ってたから、多分あれは。香港とかと比べて言ってると思う。世界を巡ってる外国人だから。いろんな絶景を見たやつらが函館ナンバーワンだって言いますからね。函館決まりましたね。函館、はい、そんなツアーに。すごい距離決まった。大分にはまあこの間来て香川とか行ったことあります。香川はガキレンジャーではないかもね。これはもう香川の方待ってんじゃない。ぜひぜひ鹿児島、鹿児島、鹿児島、鹿児島は割と行きますね。鹿児島どこでやるんですか。鹿児島はあのクラブイベントが多いんで。おうおう、鹿児島地元のクラブで。そうです、そうです。のり一ラーメン知ってます。分かんないです。これ冗談じゃないです。食わせたいね。知ってますね。食わせたい、食わせたい。うまいのあるんです。あと高知行ってます。高知も行ってるけどあんまり。いや10年ぐらい前に。え、あ、じゃあもう最近行ってないんだ。これ四か所はなかなかやっぱり行くタイミングがなくて最近。そうなんですか。行きましょう、行きましょう。これ大分行って、うん、そっから香川でもいいしね。香川、ね、大分から香川ですか。俺です、食い物しか出てこないですけどね。香川で最高にうまいカレーうどん屋とか。じゃあちょっとあの逆に聞きたいんですけど、僕福岡出身なんですけど、はいはい、福岡だったらどこが好きですか。大さんはあのほら、スナックのおばちゃんがいる。やめとけ。おばちゃんがいるスナックブレイクだこれ。いい出し出てますか。発車します、発車します。今ちょうどね空いてる時にねいやらしい話をしてたの。発車します。なんで分かったの。こっちサイドだけがすげえ面白かった。測ったように入ってましたね今。いや悔しいよこれで。発車しますの声ね、これはおかやすもね、やっぱ好きだっていうのもあるしね、うん、いや熱いんですよ今回のアルバム本当に、うん、もう歌詞がいいっすよ。そうでやっぱ俺はもう20年さ、うん、やっぱ売れそうで売れないとかさ、うん、
なんとか延命治療しながら続けてきた。続けるだけが特徴の芸人だから、染みちゃうんだよね。わかる。こういうのがさ。俺朝方このストロングアイランドを聞きながら帰るとちょっとブワッとこうハートがこう揺れるんですよ。本当ですか。でその後の俺のドンキっていう曲俺ここでびっくりするぐらいただの下ネタになるちょっと照れちゃってね俺らもやっぱ自分たちもちょっと照れちゃったでしょ熱いこと言い過ぎちゃったなみたいな。俺ちょっとスカイハイさんに引っ張られてるでしょちょっと熱さに引っ張られてるでしょ。でも俺はねそれを堂々とこうやってってほしいですね、うん、むしろやっぱそういうもんですから、うん、ガキレンジャーっていうぐらいですからやっぱ子供が楽しめるぐらい子供で子供は14ぐらいのやつですよ、はい、田舎のそいつらが楽しめるようなことどんどんやってほしいしちょっとエッチなのもそういうことじゃん、ねうん、そこがかっこいいんだもん。いやもうほんとぜひみんなこれ聞いてねそうライブでね子供がみんな買った方がいいぞ10代のみんな国密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 俺のドリチン国密そういう歌もあれば歌もあれば熱い気持ちを入ってる歌もあるっていうことだからもう今無敵ですよ、うん、で見たら、うんああね、一緒にだから本当やりたい、ね、僕たちはだって熊本に営業あったらまず最初にガキレンジャーの話しますから本当ですか。いやマジで最初にガキレンジャーの空港着いた瞬間にガキレンジャーの熊本だよなって話してその後あのタクシー通ってる時に上田さんの実家寄っていくって言ってもう知ってんの国の上田さんの実家知ってるからマニアだからほんで実家に寄ってから上田さんに電話するっていうださっきまずガキレンジャーそうガキレンジャークリームシチューさんでブルーなんちゃらの話です。ああブルーシャトーですかブルーシャトーああソープランドのねそこを細かすためにしたなっちゃうガキレンジャー皆さんありがとうございましたありがとうございましたさあキャンプ行こうからじゃあガキレンジャーの方にメッセージをあなたのティンコになりたいですキャンティンコですあなたのティンコになりたいですあなたのティンコになりたいです部長ヘンザすいません1年目なんですすいません